なのかなうーん。あとは、同案をうまく活かせなかったっていうのが、まあ、ネックだな。うん。もったいねえなぁと思ったけどな。うん。どうなのかないや、詳しくはないんだよ。スキーは、嫌いではないけど、 ゲームって俺野球もやってたから、ガキの頃から。あの、戦術とかそういうのは結構好きなのよ。例えばピッチャーだったから俺は球をこういう球投げたら絶対バッターここ振ってくんなとかさ。そりゃ、サッカーは足元でボール蹴るから。サッカーとはまた違うんだけど、うーん、でも、 必ずこうやってくるなとかね。こうするのが、まあ、うーん、普通にこうやってくるだろうなっていう。うーん。そういうのは俺は好きだったね、ガキの頃から。中学の頃からノートに書いてたからね。うん。 何が、俺のボールが打たれたのかとか、何で打ち取ったのかとか、うん。ドイツとスペインは引き,引き分けたのね。あ、それは見てないんだ、俺は。いいのもうそんなのは俺は問題視してないんだ。俺はもうスペイン戦のことしか考えてないから、そこはどうでもいいんだ。勝っても負けでも。 もう一発勝負しかないんだよ。もう全力でいかないとダメなんだよ。予選突破は一発勝負だな。ああおい。だから暑いじゃねえかよ。逆にやな。うん。 そうそう、勝たないとダメだよ。ああ。はいよー、テオ、おどす。もうよ、朝野は、悪いんだけど、ちょっと、体調が万全じゃないかもしれないけど、もう先発で使ってくれ。頼む。トップで使ってくれよ。 これどうもうお前らみんな。なんで、あの、しっかり使わねえのかなよ。遅いんだよ。動きが。でもう3バックはもう機能できるってもう分かったんだから3バックでいいんだよ。3の両サイドの2バック、まあ、2バックっていうか両サイドで、 いざとなったらファイブバックになれるような状態にしときゃいいんだから。そうだよ、レイピア。俺もそう思った。舐めたな、あれな。俺は舐めたと思うよ。一発目からもう、もう勝ちゲーに行ってねえんだもん。ちょっと様子見で入ったよな。さらーっと入ったよな。 で、ボール支配率も良かったから、ああ、これでいけんじゃねえかなー、みたいにやってって、一発ドカーンで終わったんだよ。ああ。だから、もう、か、もうね、ワールドカップなんてね、あのー、生きるか死ぬかなの、のゲームなんかやってんだからさ、 殺し合いだろう一発目でよ。バーンって行かなきゃダメなんだよ。何を様子を見てんだっていうの。森安、次はやれや。ちゃんと。フルメンバーで行けや。ああ。酒井でも酒井は、あの、体も強いし、やっぱり、 外国相手には、あの、当たりも強いし、悪くはないんだよ。うん。ただ、あのー、ファウルの回数が多いっていうのもあるけどね。でも、まあ、ファウルは今しゃあねえよ。うん。もう決勝行くためだったら、イエロー2枚もらったっていいや、ぐらいの勢いで行かないとダメだで。 ああそうだろう長友は絶対に必要。絶対に必要だよ。左は長友。うん。これは絶対必要なんだよ。俺のイメージで言うとね、俺ら、お、だったら絶対使う。うん。あれは、 だって代わりに誰入れるっていう話になったらないんだから。ああ。そりゃそうだんべよ。長丁も入れないとダメよ。うん。これサッカー素人だけど、そんな素人が見たってわかるよ。 あとは、吉田麻也は、評価が分かれるけど、俺は、今回は、いいキャプテンだなーって、いいキャプテンになったなーって、思うよ。そう思わないみんな。ね。そう思わない うん。俺はそう思う。うん。あの人メンタル結構強いかもしれないね。いろいろ言われてるけど。へこまねえもんな。あ,あ。もう日本代表のために本気で何言われたって だから吉田がダメだったって言うだろうみんなが。なあ。平気なんだよ。吉田がいなかったらもっとダメなんだよ。吉田はダメだよって言う奴がいればいるほど吉田は燃えるんだよ。ああ。伊藤はサブだから、サブっていうかフォロワーだから、 フォローアップしてるから、あの絵の連携がうまくいかなかっただけだよ、うん。だから伊藤のポジションに誰入れるかの話じゃねえかよ、うん。森田はいい動きしてたよ。はっきり言うけど。うん、ゴンダはいいのレイピア。 権田駄目っていうやついねえぞなあトミちゃんねうん、うん、だから誰入れんのか誰抜くのかっていう話だよなうん権田はだから悪くないんだって権田悪いこと言う 俺ね、ベストキーパーにもなると思うよ、ゴンダは。うん。ファインセーブ何発やったチョム、おはよう。マジで。久保をね、中で動かせる周りのフォローアップがいなかったな。うん。 せ、真ん中から抜いて真ん中使うような攻撃だったら、久保生きるんだけど、うん。そうだよな、雫な。すいませんね、あの、サッカー知らないくせに監督みたいなこと言って。うん。俺、だからあんまりサッカー解説したくないんだよ。 本気になっちゃうから。あ,あ <laughs> で、意外と当たるんだよ。俺、俺が言うと。あ,あだから前のワールドカップも、その前のワールドカップも、大概、そのワールドカップ回戦や、あの、解説やれって言って、やったんだけど、大概当たるんだよね。うん。ああ、この選手交代、あ ちょっと、どうかなとか。<laughs> スペイン戦の予想は、俺はね、0-0ゼロゼロか1-0。日本が勝つあ。あの、お願いして、そういう意味でね。うん。あの、どっちに振るかなんだよ。日本がディフェンシブに振るのか、 あの攻撃的に行くのかにもよるけどうんうーんゼロゼロの引き分けでもそれだったら突破できないからもう意味ねえから勝ちに行くんだったらもう完全に攻撃的に行くわけじゃんかよ。だろ勝たなきゃお話になんねえんだから。そうだろ ドイツに勝った意味がねえだろうがよ。なあだってドイツに勝ってよなコスタリカにあんな一発で決められてなんだやっぱり日本ダメじゃねえかよって言われてんだから。おいひっくり返すのはどうすんだよ。オラスペイン なあ、無敵艦隊ぶっつぶすしかねえだろう。なあ。じゃねえ。なあ。ああ、俺はそう思ってるよ。もう、もう負けてもいいから、もう超攻撃的布陣で行っちゃえばいい。もう、腹くくって。 あのディフェンシブなんて、なんなことはもう求めてねえよ。行けや、お前らって。おさか、おはよう。だってそうだろ、俺ら、日本人。やっちまえよ、だろ。守るなよって。やられるぞ、守ったらって。行っちまえよ、最初からって。ああ、そう、レイピア、そういうことだよ。 もうバンバンぶっ込めよ。だいたい5人メンバー交代できるんだから。ああ。俺は絶対に、今度はスペイン戦は圧倒的攻撃的な布陣で行くと思うよ。そう、暴走モード入ってほしい。 だからそういう日本が日本覚醒みたいな新聞の見出しが出てほしい。うん。いいだろう見たいよ日本覚醒って。スイッチ入ったみたいな。アビーいらっしゃい。う 神風っていう『うかう。まっ、あ、俺の解説はさ別に俺はサッカーなんか経験者じゃないしただ好きであのサッカーっていうのはあのすごく流動的に動くゲームだからすごいんだよな って思って見てるわけ。野球とは違うのよ。野球はポジションが決まってて、まあ確かにピッチャーが投げるコースによって守備変えたりとか、そういうのはあるけど、うん、サッカーみたいに、あの常に位置が動くものじゃないからね。うん。だから面白くてしょうがないんだよ、サッカーはね。 解説めっちゃ面白かったよ。あ、ホンダのうーん。いや、そら、ホンダの解説なんて面白いに決まってんじゃねえかよ、おうん。プロなんだから。<laughs> てめえが現場でやってたんだから。うん。ただし、彼の解説は、彼の技術なんだよ。その技術において、 追いついている人間が今の日本代表にいれば当たりだよ。うん。ホンダはちょっと突き抜けてたからな。だから周りがホンダに追いついていかなかったから勝てなかったんだよ。これはね、昨日今後。ホンダだけあの考えてることが違ったんだよ。あの当時の日本代表は。 周りが追っつけなかったんだ。そうだろうそうじゃねえの今の日本代表にもしホンダがいたら、めっちゃ強い日本代表になってたで。ああ。そう思わねえ。ここだよ。脳みそだよ。ああ。中田秀寿もそんな感じですよね。ああ。そういうこと。 だからついてこれねえんだって。考え方が。あのゲームの組み立て方とか、どこにパスを出すとか、あ中田もな。うん。ひでちゃんもね。<laughs> あとはね、もう引退しちゃったけど、フリーキックの名手は、あれはもったいねえな。ああ。うん。俊介な。 俺大好きなんだよ、中村俊輔。ああ。もう、世界に誇るフリーキッカーだからな。そう思わない、お前ら。フィジカル弱いけどな、そんなことはねえよ、うん。俺はもう、中村俊輔のフリーキックは、 とんでもねえなって思う。ああ。ああ、そう。これっけって、俊介だったら決めてたなって思うのいい。何本もあるよ。ああ。ヒレは、あの、体強いから、あの、海外勢にプッシュされても倒れなかったしね。 <laughs> だからそういうのをさ、総科学会員だからトロシエに外されたんだよとか、そういう嘘言っちゃダメだよ。夜 <laughs> 剣、岡野 <laughs> 岡野は、あの、ゴール、そりゃ日本代表は、俊足岡野を、そりゃ褒めるべきだと思う。ただし、 ゲームの中で技術で言ったら、一発抜けるだけだから、ワンチャンだろカウンターだろゲームの中でボール回しでっていうんじゃないから、お母ちゃんは。カズも全盛期見たかった。あ、俺だって、あれだよ。こんなんとカズダンスとか。 そう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 。もうすべて、ボールごとゴールに入っていったからな。奥ク岡ャ、ゃカはな。俊介のフリーキップはキーパーが動け,動けなかった。巻いてくるからな。ああ巻いて落ちるからなああ。昨日何の予定あったんだよ、うるせえな。いいんだよ、俺はよ。 鎌本か、ブンデスリーガーか、日本のサッカー選手で初めてか、いわゆる野球で言ったら野茂みてえな感じだな。メジャーに行った、あ、奥寺か、どっちだどっちが早いのか、奥寺、鎌本どっちだよ まあ野球はノモだな、メジャーの扉開けたのは。うん、海外リーグ開けたのは奥寺か。いや、鎌本のような気がすっけどなどう、どうだったんだっけな。う あ、違う。奥寺だ。ブンデスリーガーは奥寺だ。ああ。確か。うん。ごめんごめん。ああ。かまちゃんじゃない。奥寺だと思う。あ,あそうだな。うん。ごめんごめん。俺もさ、にわかだからさ。だから、そういう存在じゃん。ねえ。 そうだ、オリンピックの時の話。あの、あの、ブラジルに勝った時のやつじゃないの。レジ。な違ったかな。あの時の代表だったんじゃないのかな。うーん。銅メダルあの時。 オリンピックで銅メダルかなんか取ったんだよな日本なあっチェアマンが元うんあの人元もともあの J リーグだから J, J リーガっていうか J リーグにはまだなってないけど日本サッカー協会の選手だったからねうんこっちはイライラしてたんだよハゲ 何がサンダー言う。何怒ってんのよ。俺は怒ってねえよ。今、サッカーの話してんだよ。まあ、負けちまったかんのはもう、それはそれって。うん。で、サンダは、何怒ってんだよ。聞いてやるよ。うん。いいよ。な,なん、何でも言ってもいいよ。俺は別に怒ってねえから。うん。 うん、俺は今日朝起きてなんかえー、っとテレビ番組でダイジェスト版の日本代表とか世界戦のダイジェストを見ながらネイルを磨きながら見てて「うんうんうん」って見てただけだから。 結構のんきにあってる。二時間ぐらい。金がねえんだよ、クソが。知らねえよ、そんなの。俺だってねえよ、この野郎。舐めてんのかよ。働いてねえんだよ、俺も。働けや。俺もねえよ。この野郎。いや、俺のがないね。 俺の方がないってことうん。じゃあどうにかしながらなんねえ流星ありがとうは。決まった。流星ありがとう。佐野頑張るぜ。雫金がないなりに頑張りましょうよ。そまあそうなんだよああ。でも一生いっぱいって予定通りですよね。 ど、あの、うん、大阪な。ドイツには負けたけど、コスタリカに勝った体で行ったら、まあまあ、いちいちで、うん。じゃあ、次どうするって話だよな。だから、もう積極的に、超攻撃的人。俺ね、ツートップで行ってほしいな。がっつりツートップ。 3バックの2トップで行ってほしい。どうみんな。頭2人は指導だよ。前田は使っちゃいや、ダメ。前田使わない。うん。ああ。前田はちょっと弱い。うん。 これどう俺の読みうん前田はちょっと動きが悪いなあやっぱりこううまくこううんまあロングボールとか ハイボールとかそういうのでもあんまあまあ弱いなうん足元も弱いしうんどうもう三笘と,まとうもうもうトップにはもうけ、OK、よもう本当によ めっちゃ強でした。そりゃ強えよ。うん。でも、でもな、大阪な。悪いんだけど、日本も婦人さえきっちりやりゃ結構強いぜ。お前、ドイツのブンデスリーガーで、な、一部リーグで戦ってんの8人もいるんだで、ね。うん。 やれや、ちゃんとよ。手抜かねえでよ。三笘はもう先発で出せ。絶対出せ。うん。浅野も出せ。三笘は浅野ツートップでいいんじゃねえのうん。おもしれえぞ。あ,あ 日本のディフェンダーは危なっかしい。だから吉田がちゃんとやるから大丈夫だよ。うん。なヨッシーに任せておきゃいいの。あとゴンちゃんがちゃんとやるから。ああ。レイピアそうだよ。俺もそう思うよ。もうよ、日本のよ。 サッカーファンはよ、ガンガン攻めろって思ってると思う。なんでよ、守ってんだよ、みたいな。攻められ続けて、守り守りな。そんなサッカー見たい奴なんかいないんだよ。負けるにしても、勝つにしても、イケイケで言ってほしいわけじゃん。だったら、そういう婦人にしねえとダメだろ、つうの。 ゴンダは分かんなくていいよ別に <laughs> まあ日本サッカーうんドイツに勝ったのはだいぶ変わったのかな あーでも甘かったなちょっと甘かったなちょっとかなうん、うん、まあまあしゃあねえよだからあのスタイルが違うからあの サッカースタイルがああ足元弱いから日本はあのポゼッションが弱いでしょ、うん、だ一発で決めれるんだよもうそんなのね何発もねシュートなんか打たなくていいんだって思ってんの相手は抜けるとこは 隙間で抜いてくるんだから、股の間とか。ほんで一発で決めちゃうんだから。実際そうだろう。はい、お疲れさんだよ。うん。派手にな、あの、シュート放ってても、枠捉えてねえシュートなんてどうでもいいんだよ。でしょ そこですよ。いや、吉田は腹にやにえくり返ってると思うよ。ああ、一発やってやろうかなと思ってると思う。マヤは。ああ、遠目から打てるような。 ああ、ストライカーがいないからな、今な。うん。確かに、昔はな、結構、あの、ウェイトのある、30メートルぐらいのロングシュートを打てるやついたからな。あん。 うわーっていうのは。うんラータこんにちはそ。そうなんだよ昔はねうんロングシュートあの結構に日本代表打ってたんだよまあ入るか入んねえかは別としてなうん。 まあ彼氏に聞いてみおさか。ちゃんまの言ってんのどうって。まあまあ当たってんじゃねえぐらいじゃないうん。俺はサッカー経験者じゃないけど、ゲームの組み立て方とか、うん。おう、かっちゃんいらっしゃい。うん。 次は朝の4時チャてマン配信してください一緒にかまし思ってだよもうんの四時なんて。俺ちょっと東京にか行行こうかなと思ってるぐらいかから。うんはい、1泊2日い2泊二日か二泊 3日後ぐらいでうんプーだらプーだらようんかばん1個持ってよ 2>, 2日間配信なしかいややるかもしんねーよ俺はうん ラジオで配信するかもしんねえけどうん、まあ映像やるとまた嫌がらせとかあるからな、うん